ソフトケーキのチョコパイチョコパイとは、しっとりとした生地にマシュマロ、またはクリームを挟んで、チョコレートでコーティングされた2層のパイに似た菓子、ソフトケーキ菓子、スナックケーキ。オリジナルは1917年のアメリカ合衆国南部に遡る。テネシー州チャタヌーガにあるチャタヌーガベーカリーが、地元の炭鉱労働者向けにグラハムクラッカーにマシュマロを挟んだムーンパイを製造した。 日本では第二次世界大戦の後アメリカ兵が持ち込んだことによりこの歌詞は人気が上がった。1958年森永製菓からビスケットにマシュマロを挟んでチョコレートでコーティングされたエンゼルマークのエンゼルパインが販売されている。1983年にはロッテがケーキ生地にクリームを挟んだチョコパイを販売開始。モンピエ、アバウト。 チャタヌーガベーカリー2012年6月3日閲覧森永製菓株式会社公式ホームページエンゼルパイエンゼルパイの歴史森永製菓、2018年3月28日閲覧ザ・ファイナンシャルニュース2011年5月5日閲覧チョコパイイズエーコモンナウン チョスにレボー、http コロンスラッシュスラッシュイングリッシュ .chosun.com スラッシュサイトスラッシュデータスラッシュ html ディル、1999-08-051兆9990億8 0十六5 6万 1428html2012 年9月4日閲覧。ab チョコパイ中毒撲滅狙う北朝鮮が 労働者への支給禁止。ウォールストリート・ジャーナル。httpjpwsj.com アーティクルズ。sb10001 巻4240個5270条2304条1743対458計6兆5735億6431万3242017年12月30日閲覧。 毎日新聞、雑記帳、会場工業団地で、韓国のチョコパイ人気、北朝鮮2009年7月4日、韓国の美味しすぎるチョコパイが北朝鮮と一触即発の次元爆弾に、週刊プレイボーイ。 http://wb.shueisha.co.jp:/2014//11/06/38373/2017 年12月30日閲覧。北朝鮮製、チョコパイを食べてみた。そのお味は daily nkhttp コロンスラッシュスラッシュ dailynk.jp スラッシュアーカイブズスラッシュ498152017年12月30日閲覧。ありがとうございます。